皆さんこんにちは、のばなです。皆さんグリム童話をご存知ですよね。キリのお母さんが1962年出版のグリム童話の本を持っていたので見せてもらいました。ここには残念ながら載っていないのですが、ハーメルンの笛吹き男の話は知っていますか？今日は皆さんにハーメルンの笛吹き男で知られるハーメルンの街をお届けしたいと思います。ハノーバーからハーメルンまでは車で約50分、電車だと約45分で行けます。今日は土曜日、お天気に恵まれ幸せです。車を止めてインフォセンターにやってきました。土曜日はなんと13時まで、来るのが遅すぎました。日本語のパンフレットがあるみたいなので欲しかったです。旧市街地にやってきました。ここはラッテンフェンガーハウス、ネズミ捕り男の家で、現在はインド料理レストランが入っています。ネズミ捕り男の家の横の通りはマイラク金星通りと呼ばれ、楽器演奏や踊ることは禁止されています。笛吹き男がこの通りを通って子供たちを連れ去ったという言い伝えがあるからです。さて、このネズミを探しながら町を歩きます。約2メートル間隔でネズミの石があるので子どもたちは楽しそうです。笛吹き男の像を見つけました。ビールを飲んだりコーヒーを飲んだりいいですね。ここはハーメルンの博物館です。大人は6ユーロ、6歳から17歳までの子供は3ユーロです。子供たちと一緒に私もネズミを探します。こちらはホッホツアイツハウス、結婚式の家という建物で、1時5分、3時35分、5時35分に仕掛け時計の扉が開きます。
Thank you.
もう少しハーメルンの街を散策します。パン屋さんで子供たちは何か買ってもらってます。なんと大好きなベルギーチョコのレオニダスを発見。でも土曜日はやっぱり早く閉まってました。残念です。シュパーカッセ、銀行も可愛いですね。橋を渡った向こう側に公園があるみたいなので行ってみたいと思います。橋の上に黄金のネズミがいます。甘いドーナツを食べる子供たち。押しながらレストランに向かいます。ここにもネズミがいます。ここはファンクーヘン、パンケーキのレストランです。今日は行きませんが、次回はここに来てみたいです。今日はドイツレストランパウラーナーで夕食をいただきます。Es gibt Rattenschnitzel und es gibt Nuggets. Es gibt Nuggets mit Pommes. Ja, ich will Pommes. Nuggets auch? Nein. Es gibt kleine Würstchen. Kleine Würstchen. Ich will Pommes und Nuggets. Du. Lieber auf hier ist Feierpapa. Okay, dann nani kabe kai? Okay, dann nani shou kana? Koku nani ka? Aru yo? Aru ne? Dou shou kana?わあ、難しいな。Soll ich mal so dieses Urdunkel nehmen? 何 Urdunkel? Ein dunkles Bier, 0.3. でもあの、ピルツだよね。面白い。Oh ja, Getränke hätten wir gerne einmal einen Kristallweizen. Ja, genau. Ja. Ein Urdunkel 0.3. Zwei kleine Orangensäfte. Moment.Jetzt kommt Essen, genau. Ja. Einmal die kleinen Rattenschwänze mit Pommes. Ich frage noch kurz nach, ob wir wieder eine Nürnberger da haben, weil vorhin hatten wir keine und muss ich noch kurz fragen. Okay. Oh, nein, komm schon, nein. Dann müsstet ihr wahrscheinlich die Nuggets essen, ist auch okay, oder? Mäuselein? Sie fragt gerade, ob es diese kleinen Würstchen gibt. Arigatou. Ja, super. Okay, also, genau, einmal. Und noch zweimal Brezel? Zweimal Brezel? Mit Butter oder ohne? Mit Butter. Mit. Dann das Wildgulasch, Hubertus. Und einmal den Salat. Hallo.
Pauline mit Hähnchen, genau. Hm? Ich glaube, da haben wir es, ne? Das war's. Ja. Ja. Alles klar. Danke. Danke. お料理が来るまでの待ち時間をどう乗り越えるか、お絵かきセットはいつも持ち歩いています。普段飲まないジュースもレストランでは解禁です。いただきます。 OK, it's not one of them.皆さん、ハーメルンの街はいかがだったでしょうか。一部しか紹介しきれてないので、ぜひハーメルンに足を運んでみてください。お土産にネズミグッズを買いたかったのですが、私たちが到着したのが遅すぎたのでお店が閉まってしまいました。残念です。帰りにガソリンを入れました。1リットルなんと 2.2 ユーロです。満タン入れて88ユーロ、約1万1500円です。さて、自宅に到着しました。レストランでは食後のデザートは食べなかったので、アイスを食べます。日本でもおなじみ、ハーゲンダッツ。普段は高いので、特価の時に買っておきました。4つで約4ユーロでした。皆さん、ただの主婦が撮影し編集するこのチャンネルをいつもご視聴してくださり、本当にありがとうございます。なんとチャンネル登録者様が8000人を超えました。毎日本当に感動し、そして皆さんの応援に心から感謝しています。チャンネル登録者様が1桁、2桁の時からコメントをくださったり、応援してくださっている方にも本当に感謝しています。まだまだ世の中は落ち着きませんし、悲しい辛いニュースで溢れています。でもそんな時だからこそ、皆さんに少しでも楽しんでいただけるように、これからも動画作りを頑張りたいと私は思っています。ここまで応援してくださった方にも、最近このチャンネルを見つけてご視聴してくださっている方にも本当に感謝しながら、今回の動画を終わりたいと思います。